ランスのマクロン政権が打ち出した年金制度改革に反対し、国鉄の労働組合がストライキを続けている問題で、国鉄のファランドゥ総裁はフランスのルモンド紙のインタビューに応じ、これまでの損失が推計でおよそ4億ユーロ、日本円にしておよそ484億円に上ると明らかにしました。政府はクリスマス休暇中のストライキの一時中断を呼びかけましたが、労働組合側は応じず、24日も高速列車 TGV の運行は4割ほどにとどまっています。